はい、どうもこんにちは、ちるかです。私ちるです。私が楽しければあなたも楽しい。今日も取り組む動画頑張っていきたいと思います。新イベント、決戦バギーズデリバリー、こちらのね、宿泊パーティーをご覧いただきたいと思います。今回はこのね、一編成で、すいませんがよろしくお願いします。私の船長がロジャーで、フレンドさんがね、新しい一面お借りしていってみたいと思います。で、配置がね、この配置がいいと思います。はい、後でね、説明します。はい、では早速行きましょう。はい、では行きたいと思います。はい、では行きましょう。1階から2階はね、参加制限していきます。お肉があるとありがたいんですけどね。1人はね、体力マックスにしときたいのでね、なるべく攻撃は受けたくないのですが、ターンは稼がないといけないと。こんなもんでどうかな？大丈夫かな？こんなもんで。大丈夫そう。はい、次ですね。あ、そうだ、ペルスペローがいるんですけど、一応二重発動がいいかと思われます。はい、で、今目隠しはエースが出ないかな、どっかに出ないかな、エースが回避してくれます。はい。ここでロジャーの超過打ちます。はい、これで、突破していきます。一味が最後ですね。はい、今ね、1体ミスしたからダメかなと思ったけど大丈夫でした。はい、ここで、必殺数字がありますので、ジンベイで、解除していきます。そして、ウソップですね。ウソップ打ちます。で、軽減をなくします。はい、これでペロスペロを打ちます。はい、で、これで、タップしていくんですけども、アルビダから必ず打ちます。で、スター3まで、ここで2ターンかけます。そう、ちょっとね、多分私がね、ワタアメンとか限界突破の関係で、ここは1回ではクリアできないので、そうすると必殺、封じをミスター3が中断してくるので、なのでこの配置がいいと思います。はい、では行きましょう。惜しいんですけどね。惜しいですよね。どうにかできないかな。はい、これで必殺数値で、あとは普通に渡していきます。はい、さあ、おオーブですよね。クリアしたい。できるかな。はい、まずは、
まずは、ロジャー打ちます。で、後ろの2人がね、飛んでくれます。そして、1ミリ。1ミリで、軽減もね、解除して。そして、今回は、オンリーかな残すの。そうですね。で、他に、タップが4回っていうのがあったら、そっちの方を選んだ方がいいですね。はい。今回は、これを選択します。で、エース。はい。で、ペロスペロ。はい。これで、1名を最後にタップしていきます。よし、あ、余裕だ。あ、よかった。よかった。こんな感じかな。はい、できましたね。これで防御もこっち側についてるので、いいんじゃないかなと思います。はい、以上です。はい。はい、というわけで、決戦バギーズデリバリー難しさ10ですね。こちらの周回パーティーでございました。今回もね、ゲームユーズさんの攻略とか見たりとかして、私なりに、アレンジして、編成しました。なのでちょっとなんかおかしいところがねあったら教えてください。はい、というわけで、今日は終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。